佐助流北条氏は、鎌倉時代の執権北条氏の一族。鎌倉幕府連署を務めた北条時夫佐の長男で、二代六原短大南方、北条時森を祖とする。時森は、現任元年、三代執権、北条安時の着難、時宇治と共に上落し、父、時夫佐の後任として、六原南方に就任し、以後18年間務める。 この時点では、時房の後継者の地位にあったと思われるが、鎌倉へ戻って以降は養殖に就任せず、多くの息子たちも養殖についていないことから、救済下の弟である友直との家徳争いに敗北したと見られる。また、友直の義父である北条康時が友直を重んじて、時森を排除することで、時房流を分裂させて、大治流の安定を図った側面もあった。 その後、二月騒動をきっかけに時盛の六南寺院の小手孫にあたる法上時国が六原丹大南方に就任し、復興の兆しも見られたが、公安7年4月に、執権、法上時宗が死去して間もない6月に、時国が悪行を理由に関東へ召し出され、日立国へ入るとなった後、10月に中殺された。また、同年8月に時盛の次男、 時光が陰謀が露見したとして、拷問を受けた後、佐渡国へ入るとなり、佐助流は再び没落。その後、時森の次男、正サの子、森久が、表情集、引き付集となって復興するが、時久流における地位は、着流の大仏化に圧倒されている。石井清文、鎌倉幕府連書制の研究岩田書院、2020年。 ISBN 978から4から 866020907P205 から211.228から235.261から264ありがとうございます。